アマチュア望遠鏡で撮影した NGC5033 レモンさんの32インチ望遠鏡で撮影した NGC5033NGC5033 NG は両剣座の方角に位置する傾いた渦巻き銀河である。銀河系からの距離は3800万光年から6000万光年の間と推定されている。この銀河は非常に明るい角と比較的暗い円盤を持つ。 円盤の南半分にはかなりの歪みが見られる。この銀河の比較的大きい角直径と比較的高い表面高度のためアマチュア用の望遠鏡でも観測することができる。銀河の位置は地球から比較的近く、また活動銀河核の存在によって、この銀河はプロの天文学者も多く研究する天体となっている。NGC5033 は 活動銀河核の一種である、セーファート核を含む。他の多くの活動銀河核と同様に、この銀河核は、超大質量、ブラックホールを含むと考えられている。可視高波長でも言える、明るい放射の一部は、ブラックホールの周りの厚いガスによって生成されている。NGC5033 中心のインテグラルフィールド、スペクトラグラフ観測によって、 セーファート核は銀河の回転中心に存在していないことが示された。これはこの銀河が融合の過程にある証拠として解釈された。回転中心からのセーファート核の移動は銀河の中心におけるガスの回転を不安定にし、それによってガスがセーファート核に落ち込んでいる可能性がある。そのガスはセーファート核の中心の巨大な重力によって圧縮され、 温度が上昇し、核を明るく輝かせる。NGC5033 と近隣の渦巻き、銀河 NGC5005 は物理的な銀河体を構成している。二つの銀河はお互いに弱い重力を及ぼし合っているが、銀河超積力によって歪められるほどには近づいていない。ありがとうございます。